As to on reading and kun reading in Japan, Google Education explains about it as follows. Kanji was imported from China around the 5th century. The Japanese incorporated both the original Chinese reading and their native Japanese reading based on what was then an entirely spoken version of the Japanese language? Sometimes in Japanese, the pronunciation of a particular kanji character is based on its Chinese origin, but not in every instance. Since they are based on an ancient version of the Chinese pronunciation, on readings, Usually bear little resemblance to their modern day counterparts. The term of doki, literally, which means earthen pot, however, is on reading or a reading, originated in Chinese reading. Doki might have been called in ancient Japan kame instead of doki. Because kanji was imported long after in the 5th century as is mentioned here in this website. Kame is another name of turtles or the name of ancient UFOs before the name of UFO was imported from the Western world because UFOs is lookalike with turtles in the sky. Ancient Japanese people most possibly called UFOs turtles. 土器という言葉はそもそも中国式の音読みによる発音です。つまり5世紀に漢字が日本へ伝わってきた後にできた言葉です。だから縄文時代の土器を土器 と呼ぶこと自体おかしいのです。が、この日本では、ドキと呼んで、誰もおかしいと思わない。そこが私はおかしいと思うのです。で、正しくは、カメではなかったかと、視聴者の一人である、テラヤスさんという方が、それを指摘してくださいました。つまり、カメということになると、そのまま動物の カメにつながります。私の動物のカメイコール UFO のカメ説とそのままつながります。わかりやすく言えば昔も今も UFO はこの日本の上空を自由に飛んでいました。が UFO という言葉が一般に使われるようになる前はその UFO なる物体を日本人は カメと呼んでいたのです。空飛ぶ神と言い換えても良いかもしれません。そのカメと縄文土器、つまり縄文、カメはそのまま繋がります。林博の縄文土器イコールロケット説です。古代の縄文人は空飛ぶカメを神と信じ、それを 土器という形で表現したという可能性がますます強くなりました。つまり、縄文土器ではなく、縄文亀イコール、縄文空飛ぶ亀イコール神だったのです。広島はやし、浜松市、ジャパン。 土器、土偶とエイリアンを結びつける証拠はたくさんあります。山梨県甲府の、まあ山梨県立高校博物館の中にもあります。まあ、こうした土器とも土偶とも言えないようなものがたくさん発掘されています。これは何かということですね。縄文人たちがですね、 クリエイティブなマインドを使って、まあ、自由にこういうものを作ったとは私は考えていません。古代の縄文人たちは見たものを、つまり神と信じたものをですね、懸命にこのような形で残したと私、林印は考えています。まあ、こうした土偶も残っています。口のところにはですね、生命維持装置のようなものをつけています。そして、 目も細いですね。右は青森県八の日で見つかっている、まあ、合掌道具と言われているものですけども、目の作り方のコンセプトが大変よく似ています。えつまり、まあ、遮光器ということになるわけですね。地球上の大気圏内の明るい日差しに彼らは耐えることができませんでした。そして、まあ、こうしたところにですね、突起物がある。そしてその 突起物のコンセプトは現在の宇宙飛行士が着る宇宙、まあ服と大変よく似ているということです。これも甲府で見つかっている土偶と言われているものですけれども、どうも皮膚の作り方が普通ではありませんね。そして指は三本指です。まあこのような形でエイリアンと、まあ甲府、あるいは土器ド偶ドと深いつながりがあったことをまあ思わせる証拠が たくさん残っているということです。この、まあ、ドッグもですね、指の数がおかしいですね。古代人たちは、まあ、数を間違えたということになるのでしょうか。がしかし、幼稚園の5、6歳児、年長児でも指の数は間違いませんよ。そして、ここには、ブーツまであります。これをブーツと言わずして何と言うかということになるわけですね。ブーツです。縄文人が ブーツを履いていたということになるのでしょうかそれとも、それともということになるわけですけども、この、まあ、縄文、土偶の顔も、まあ、普通ではありませんね。目と目の間に、まあ、その中心点に花があります。インダス、まあ、バリーで見つかっている土偶と同じです。そして、目がつり上がっています。これをどう説明するかですよね。現地へ行きますと、隣の お姉ちゃんやおばちゃんを作ったと言われていますが、これはどうでしょうかこれは、マヤで見つかった、まあ、土偶ということになります。2体並べて見つかっています。この土偶に注意してみてください。まあ、頭が異様に細いということですね。そして、その隣には、こんな土偶も並べられています。この2つの土偶を見てみるとですね、 まあ私は即青森県八ので見つかった合掌土偶を思い浮かべます。これがその合掌土偶と言われているものです。手を合わせているから合掌土偶だそうです。若い女性がですね、安算を記念にして天に向かって一心に祈る終作であると、まあ専門と言いますか、公式の記録にはそのように残っています。そしてその、まあ土偶と同じ場所で同じように見つかったのが向かって 左側の道具です。この2体が対になって見つかっています。中深くご覧ください。右が合掌道具と言われているものです。そして先ほどマヤで見つかった道具と比較してみてください。指も3本指ずつですね。そして座り方も一致しています。そしてマヤではこれと別にもう1体道具が見つかっています。 八の部でも同じ場所から同じようにこのような土偶が見つかっています。えつまり、これらの土偶はですね、ペアペアであるということです。頭の突起物に注意してください。三つ突起物が出ていますね。まあ、これを偶然の位置と言って良いのかどうかということです。繰り返します。マヤの左側の土偶は同じ場所で見つかっているんですよ。右の日本の 八の部屋で見つかっている道具も同じ場所で見つかっているんですよ。そしてもう一度比較してみてください。大変よく似ているということですね。そして二つが一組になって見つかっているということです。これがマヤで見つかっている道具です。地下、地下洞窟で見つかっています。まあ、このように一致しているということですね。そしてこちらが日本です。同じように二つペアで見つかっています。 つまりこれをどう解釈するかですよね。縄文人がこのような服を着ていたというのでしょうか。今の土偶はユカタン半島で見つかっています。その距離は11,670キロです。八戸とユカタン半島では11,670キロ離れています。互いに影響し合う距離ではなかったはずです。 まあこれを偶然の位置と言うべきかどうかですね。そしてこの三つ突起物のある、まあ土偶をですね、日本では、宝杖土偶と呼んでいます。まあ、読み方はいろいろあるだろうと思いますけども、宝、頬に杖をついているから、宝杖土偶ということになるわけですね。それと同じものが、床ン半島マヤでも見つかっているということです。しかも、その日本で見つかっている土偶はですね、 当時の縄文人の服装とは似ても見つかるものだということです。話を進めます。日本の土器、土偶と同じようなコンセプトを持った壁画は世界中で見つかっています。その中の数例を皆さんに紹介します。ここはチャドのテル系 と呼ばれている場所です。この場所で壁画が見つかりました。井戸経路はここに示しておきます。シャドドです。アフリカのシャドドです。この洞窟ですね。この洞窟には奇妙な壁画が残っています。まあ、こうした 動物がですね、聖地に描かれています。で、その中にですね、日本の土器、土偶と同じようなコンセプトを持った絵が描かれています。これがその壁画ということになりますが、足が異様に太く大きい点に注意してください。私は 歩行補助装置をつけたエイリアンであると判断しています。まあ、これ、この絵そのものがですね、歩行補助装置であるという証拠はまだ出てきていませんけども、まあそのように判断しています。まあこれは宇宙服と言いますかね、ヘルメットをかぶった宇宙人。一般には泳ぐ人と説明されています。スイマーズと、まあ泳いでいるように見えるわけですね。で、そのコンセプトと左の 土偶と大変よく似ているということですね。箱館で発掘されたものです。そしてよく調べてみますとですね、蜂の辺で見つかった合掌道具と、まあ衣服が似ているというよりも共通点があまりにも多いということですね。肩のところの丸い円形物、そして足の作り方、足の、まあ、ラインですね。そして胸にはこのような突起物があるということです。そしてそのコンセプトは、 遮光器道具のそれとつながっていきます。着脱式のヘルメットということになるわけですね。で、右の合唱道具も、ええーまあ、マスクをかけていたと思われます。で、右はですね、これは、ええー、地座で見つかっている、まあ、地上絵ですね。足が、まあ、ガニ股といいますかね、二つに分かれているという点です。右も、やはりこれは、地座で見つかっている、まあ、石で描かれた地上絵ということになります。 この足が開いている様子ですね。人間はこのように足は開いていませんね。まあそういうふうにこの歩行補助装置をつけていると。左の遮光器道具の足は歩行補助装置をつけていると私、林博士が証明しました。まあともかくも歩行補助装置をつけているということですね。まあよく似ているということです。このような形でですね、日本の土器、土偶はですね、 世界の、まあ、現在に残る、え、壁画とコンセプトがよく似ているということになります。これをどう判断するかは、まあ皆さんのご自由と言いますか、判断ということになります。これが先ほど言いました、まあその地上絵です。よく似ているということですね。皆さん自身で判断してください。それとも、縄文人たちはこのような派手な、と言いますか、複雑な衣服を身につけていたというのでしょうか 念のため、箱館てで見つかった土偶と、青森県八ので見つかった土偶を、まあ簡単に比較してみます。まあ日本最大の土偶と言われているのがこの土偶です。そして右が合掌土偶と言われているものです。で、この二つをですね、比べてみるとですね、 細部に至るまで、その作り方のコンセプトが同じであるということになります。上が函館、下が橋の辺ということになります。まあ日本の範囲で見ますと、相当距離が離れているということになります。154キロメートルですからね。まあ、世界的な、まあ、規模で見ますと、同じ場所ということになるわけです。これが函館インシャントカルチャーセンターです。 で、ここにこのような土偶が展示されています。で、私はですね、こうした土偶が見つかっていることからですね、縄文人たちはこのような衣服を身につけていたと考えるわけですけども、まあ、それを認める高校学者の先生はいませんね。考えてみれば、それもおかしなことだと思います。まあ、それはともかくもですね、これが、まあ、函館で見つかった 土偶です。で、この土偶と先ほど紹介しました、八戸で見つかっている合掌土偶と比較してみると、大変興味深いことがわかります。まあ、これもやはり足が異様に太いですね。まあ、歩行補助装置。ハイヒール型の歩行補助装置を身につけていたと考えています。で、左が箱館て。そして、右が 八のということになります。で、この足の部分などを見てもですね、いわゆるまあ繊維の模様の仕方が一致しているということですね。そして基本的な作り方のコンセプトは同じだということです。注意深くご覧ください。目と目の間に花が来ています。 まあ人間はもう少し下の方に鼻が下がっているということですね。そしてよく見ますと生命維持装置のようなものがあり、口の周りにはまあマスクのようなものがあるということです。そして首の下にはですね、着脱用のまあ装置がついているように見えます。この胸のコンセプトも同じですね。膝当ても同じです。つまりこれ,これら両者は同じ、もうはっきり言っていいですね。 エイリアンを表現したものだと私、林博氏は考えています。特にこの後ろから見たところですね。幅広い肩カクンカクン型ですね。そして異様に細い、それに比較してですね。腰ということになります。みんなシュメールの神です。イナンナ・イシュタールと呼ばれています。比較してみてください。で、こうして細かいところを見ていくとですね。 正確に一致しているということで、つまり古代の縄文人たちはですね、見たものを懸命にそのまま表現しようとしたということになります。またそれがそのこれらがですね、その結果ということになります。これを偶然の一致というのは私にはできません。えつまり同じエイリアンが函館と八の辺に現れたということになります。 となると、当然、これらのエイリアンたちはですね、何らかの乗り物に乗ってやってきたと考えるのは、ごく自然なことです。それが、縄文土器。つまり、縄文亀ということになります。これは火炎土器と一般に言われています。上半分がですね、炎の様子を表したものだと言われています。このような形で見るから、 わけがわからなくなるわけですね。が、逆さまにしてみると、これが何であるかがわかります。上半分が、まあ、ロケット本体。下半分が、その本体から噴出する火炎ということになります。つまり、縄文土器はですね、いわゆるロケット。もっと言えば、インド風に言えば、ビマーナということになるのではないでしょうか。林博士、縄文土器。 ロケット説はこうして生まれました。もう少し合唱道具について触れておきたいと思います。この八の日の合唱道具と同じ座り方、同じポーズのものがですね、えー、ギリシャ北部のヴィンチャー、あるいはヴィンカー、 一跡でも見つかっています。その称号は別のところでしましたので、興味のある方はまたそちらをご覧になってください。この合唱、道具をもう一度見ていただきたいと思うんですけども、もうこれはどう見ても宇宙服だということになりますね。まあ高度なバイオスーツを身につけているということです。そして、お面をかぶり、あるいはヘルメットかもしれません。そして、頭には通信機のようなものを 身につけています。これはレプリカですけども、まあ当日ですね、この写真そのものは、八戸の、まあ、駅の中のですね、観光課に展示してあったものです。で私が写真を撮りたいとお願いしましたらですね、観光課の方がですね、わざわざ位置を移動させて、後ろからも写真を撮らせてくださいました。どうもその説はありがとうございました。まあ、ともかくもこれが、その 合唱、土偶と言われているものです。まあ、これをどう判断するかですけどもね。これが縄文人の姿ということになるのでしょうか。手の関節もですね、人間より一本多いように思います。そして手が長いですね。腕が長いです。で、その称号も別のところでしました。ビンチャーで見つかった、やはり土偶もですね、手が長く、関節が一本多いように思います。 で、こうした、まあ、絵もですね、発表されています。で、赤い色が残っていたそうですね。紅柄っていう、まあ、紅の色が残っていたそうです。で、私、勝手にこのように着色してみましたがですね、こういうふうに着色してみますと、宇宙服だなという実感が湧いてきますね。で、なぜ、まあ、座った像が多いかということになりますと、まあ、この地球の重力が問題であったというふうに、 私は考えています。裏には、背中にはですね、ベルトを止、まあ、めるバックルのようなものもついています。首の下には着脱式の、まあ、ものがついているということですね。で、肩のところにはパッドのようなものがついていると。これが合掌、ドームということになるわけですね。で、これがそれだということです。で、まあ、こうして見てみますと、この目のところも射光器のような感じがしますね。口も何,何かしら、こう、 呼吸器って言いますかね。いわゆるまあ、この地球上に合わせて、そうした呼吸装置が身についているように思います。これが皆さん事実なんですよ。そしてこうした土,土偶がですね、この日本で見つかっているイコールこれらのエイリアンですよね。エイリアンが空からまあ、鳥のように飛んできたとはとても思えませんね。当然宇宙船に乗って この地球へやってきたと、まあ、考える。そういうふうに考えるのは、ごく自然なことです。そして、縄文人たちは、空から飛んできた、その宇宙船そのものをですね、カメダー、カメダー、カメダ、カメダー、空飛ぶカメダー、今で言う UFO という言葉の代わりにですね、空飛ぶカメダーと言ったというふうに、私は、解釈しています。遮光器、土偶は、 同じ青森県の亀が丘で、亀が丘で見つかっています。亀の亀です。で、こうして比べてみるとですね、まあこれはどう見ても宇宙人だということです。でそれに対して公式の、まあ、説明書によればですね、今から3500年から3000年前のものだと。わかりますか皆さん。古いんですよ。 世界の文明に指摘するほど古いんですよ。インダース文明、あるいはメソプタム文、文明よりも古いんですよ。そしてそのコンセプトは、えー、宇宙服と、現在の宇宙服と共通点を多くするということです。偶然の一致なのでしょうか。まあこうしてですね、機能を考えて、そして科学的にそのあり方を考えていくと、このように一致する。 と考えるのも、これまた自然なことですね。いかがでしょうか足のところには、このような膝当てパッドのようなものもついています。足も比較してみてください。そして、この合掌、土偶の口の部分ですね。これは何かということですけども、まあ、ガスマスクのコンセプトと大変よく似ているということになります。 まあこのような形で一致していくということですね。となると、ますますと言いますか、繰り返しになりますけれども、この宇宙人たちは何に乗ってやってきたかということなんです。つまり、リマーナに乗ってやってきたということです。世界の神々を調べてみてもですね、空を飛んでいない神々はこの日本だけなんですよ。空を飛んだ神々を認めていないのはこの日本だけなんですよ。 そんなはずはない。そんなバカなことはないということで、まあ否定されているわけですね。が、まあ、世界の神々は皆空を飛んでいました。インダス・バリにおいても、そして、まあなんて言いますかね、インド・全土においてもです。そしてこの指が6本になっている点に注意してください。手を組んで6本です。ということは3本指だということです。こうして甲府で見つかっている土偶と繋がっていきます。 数えてみてください。指は6本です。手を組んで6本ということは、指は3本ずつだということになります。人間は手を組むと10本になります。手を組んで6本ですね。ということは、指は6本だということです。ここが重要です。手を組んで6本です。しっかりと確認してください。しっかりと確認してください。手を組んで 指は6本になってますね。それについて、日本の考古学者の先生たちは何と説明しているかというとですね、縄文人たちは間違えた。間違えたと説明しています。これは、まあ、ロズウェル、あるいはアステクで、まあ、 見つかったエイリアンのしたいと思われますけども、指が3本になっている点に注意してください。足の指は3本だということははっきりしています。そのやや上に指が、手の指がありますけども、手の指も3本のように見えますね。まあこのような形で3本指のエイリアンは珍しくないということです。で、台本へ発表を皆さんに紹介します。 え、台本へ発表ではこのようになっています。暗算祈願に関わる考え方の一つに赤ちゃんを産むときの姿勢。だ、これ赤ちゃんを産むときの姿勢だそうです。その指が6本になっているのは指と同じ数の切り込みを入れたもの,の、入れたための間違いかと思われますが。あのね、皆さん。 日本でもですよ。今、現在の日本でも、5歳児でも間違いませんよ。私、幼児教育40年近くやりましたけども、5歳児でも間違いませんよ。いわんや、これほど精緻な道具を作りながら、この指の,指の数が6本になっていることを間違えたというのですよ。そんなことありえないじゃないですか。合唱といって手を組んでいるわけでしょ。だったら、6本のはずではなくて、12本になっているはずですよね。 まあ、それが台本へ発表ということになります。まあ、このような土偶も見つかっているということですね。まあ、これをどう判断するかですよね。見たものは見た。見たものは見た。見たままを縄文人たちは作ったということになるのではないでしょうか。その賢明な意志を感じたら、 まあそれは現在の私の心境にも通ずるわけですけどもね。何としてもそのまま後世の人たちに伝えたいという縄文人たちの熱い熱い思いがこうした土偶に込められているということになります。そしてそれが土器という形で表現されたということになります。つまり土器ではなく亀ということになります。土器という言葉は 冒頭で言いましたように、中国語が入ってきてからの言葉です。亀なんですね、皆さん。縄文亀なんですよ。それをドキと言ってしまったから、訳がわからなくなってしまったのです。縄文亀なんですよ。縄文亀。縄文亀。縄文亀なんですよ。その亀は、そのまま現在の宇宙船のコンセプトと一致します。つまり、 着陸体制に入った宇宙船、着陸ギアを伸ばした宇宙船ということになります。縄文ロケット説を私が今から4年半前に発表した時には大変大変大変辛辣に酷評されました。が、その後、それを認めてくださる方はどんどんと増えました。が、しかし、まあ、どう考えても私は これはロケットだと思います古代人たちはこれを神と思ったわけですね。その名残はインドにも残っています。インドではヴィマーナといい、そして寺院のこともヴィマーナと呼んでいます。ありがとう 「ワン・ツー・スリー・フォー・ジョ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 ・モンジン」「ファイ・スイス・セブン・エイ・ジョ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 ・モンジン」